エアコン大丈夫？今日いける？ちょっといけます。うわ、めちゃくちゃええ匂いする。完成です。完成です。じゃーん。すごい、これ。では今回の美味しい記憶ご紹介します。お願いします。江戸川区にお住まいのバングラデシュ人の方から届いた美味しい記憶です。外国の方が、母が毎日作ってくれる料理に感謝。でも僕は何も作れません。母が頑張らなくても食卓に料理が並ぶようにするべきです。するべきです。ご提案してね、ご自身で。バングラデシュの方って何を主食とされているんでしょうか。でもインドとかが近いはずから。うわ、楽しみ、ね、どんなお料理かな。よし、じゃあ見てみましょう。藤井さん、吉武さん、ご無沙汰してます。井本です。というわけで、西葛西にやってまいりまして、本日お日柄もよくですね、非常にロケ日和となっておりますので、記憶さんがお待ちということですので、ちょっと行ってみたいと思います。お願いします。行きましょう。エッセイ読みましょう。いや、ちょっと待って、何回やってんの。エッセイ読まさせていただきます。僕の美味しい記憶は母親の作る料理です。今まで作ってきてくれた料理はほとんど親がバングラデシュから持ってきた一冊の料理本を参考にしているそうです。今回の記憶さんはバングラデシュ出身のご両親を持つレハン君。生まれは日本、高校を卒業したばかりの18歳です。何もかもが美味しいので持ってきた料理本が優れたものだと言えます。加えて母親の腕も深く関係していると思います。母親という優秀な料理人には感謝しています。これからも美味しい記憶をよろしくお願いします、という。お母さん、ちなみにバングラデシュ行ったことありますか。ないないし、ちょっと正直場所もどこって言われると怪しい、あの辺みたいな。バングラデシュをよく知らない人も多いはず。ということで、バングラデシュのことを少しでも知ってもらおうということで、今回クイズ用意いたしました。ぜひ、その名もバングラデシュクイズ。早速第1問参りましょう。バングラデシュは次のうちどこでしょう。4つのうちからお選びください。こちらです。1番、2番、3番、4番、どこがバングラデシュでしょうか。ちなみにここが日本です。分かってる。まずは藤井さん、はい、カウントの後にお答えください。あそこか、あそこやんな。ありません。ここにはありません。記憶さんが近くでお待ちということですので、記憶さんに正解を聞きたいと思います。では行ってみましょう。全然思ってたことじゃないです。俺はね、2番だと思ってます。ありえる、うん、こんにちは。はじめまして、井本です。はじめまして、レハンです。レハン君、はい、18歳でしょ。今18歳。高3？ あ、もう卒業したんか。卒業して今、今、浪人中です。あ、一浪なんや。はい、医者になりたい気分があるので、うん、あ、そうなの、はい、お医者さんになりたいの。お医者さんになりたい気分。じゃあ医学部受けたの、大学。いや、物理学部受けたんですけど、気が変わって、うん、医学部にし、うん、医学部ってそんな気変わってやるやつなの。いいって。思いついた横に、すごいいいことだ。あ、ごめん、あと1個聞いていい、うん、バングラデシュってどこっていう。バングラデシュは、うん、ここです。ほら、こっちか。2番やん、やっぱり。俺も2番と思ってたのよ。正解した方にお醤油差し上げます。やったー。医学部を目指して勉強中のレハン君、挑戦したいことがあるそうです。まあ、いつも料理は全然してないなくて、うん、もうお母さんにばかり作らせてもらっているので、うん、もう僕もバングラデシュ料理を作れるようになって、うん、家族にも振る舞えるようになりたい。いや、めちゃくちゃいいね。お料理しっかり覚えていきたいから、はい、そう。大学に進学したら一人暮らしをしたいというレハン君。この1年で料理もできるようになりたい。もう忙しい1年なんで。普段お料理しないって言ってたけど、どれぐらいはできる感じなの。スクランブルエッグを頑張って作れる。大丈夫？あれ結構大丈夫？混ぜるだけやけど。やってみます。本当に？はい。料理上手のお母さんに教えてもらうため、ご自宅へ。ドクターって書いてある。お父さんがドクターです。お医者さんなの？博士。博士？
はい、博士のドクター。お邪魔します。失礼します。あ、お邪魔します。井本と申します。よろしくお願いします。お願いします。普段どういうお仕事してるんですか？メインアマルチプレートテクトニックス、全然プレートプレートサブダクション、まあ、プレートの沈み込みとかの研究をしています、うん、プレートの沈み込み、まさに、ね、お父さんは地質学の博士。日本の地層や地下深くの岩石を研究するため20年前に来日しました。すごいですね。宇野田さんのためにちょっと料理を作ったんですけど、はい、うん、お料理？そうです、はい、食べも、あ、いいですか、いただいて。じゃあもうどかねやせ、おかっぱしやせ、どんなお料理、初めてあのキキアカバっていう肉はひよこ豆といろんなスパイスと煮込んで丸にして焼くだけ。うまっ、ありがとう、うん、おいしい、ね、これあれや、ビールアホほど飲んでまうやつや。これ食べたい。なんかそのエッセイにもあった、料理本、一番有名。いや、こうめっちゃいい。バングラデシュでは知らない人はいないほど超有名だそうです。一番最初に始まる時、これを見てするとちゃんとできる。レハン君が料理を身につけることはご両親の願いでもあります。大人になって別の場所も住むかもしれないから、うん、大学とか入ると、うんうん、これから始まらないと後で問題になる、うん、できる？大丈夫？まあ、大丈夫です。本当に？本当にやれる。今回はバングラデシュ料理の基本チキンカレーを作ることに、うん、まずは食材を教わります。カレーは難しい。クミン、ね、はい、食材の買い出しにご両親行きつけの食料品店へ。西葛西はリトルインディアと呼ばれるほど南アジアの人が多く住む地域。本場の食材が店内に並びます。クローブ、クローブ、クローブがこれ、あ、これ釘みたいな釘。食材リストをもとに必要なスパイスを揃えます。うわ、カレーこんな形なんだ。これはですね、インドのなんか夏の時はですね、これが食べるんですよ。飲むんですよ、飲み物。知らんのばっかりや。飲んでみたいな。とここでバングラデシュクイズ。第2問。こちらの豆、南アジアでは非常にポピュラーな食材なのですが、何という名前でしょうか。はい、名前は何でしょうか。平たくて丸いこの豆の名前は。ヒントはメガネやカメラにも使われるあれの語源です。吉武さん、お答えください。レンズ豆。あ、早い。自信ありすぎて先に言っちゃった。レンズ豆。正解をお願いします。はい、正解はレンズ豆です。正解はレンズ豆でした。これどうやって食べるんですか？これ。あ、そうですね。これはなんかカレー、スープカレーみたいに作って食べるんですよ。南アジアはほとんどみんなよく使うものですね。買い出しも無事終了。いよいよ調理スタートです。よし、カレーいきましょうね。食材はこちら。スパイスをふんだんに使ったバングラデシュの王道レシピです。レハン君、本格的な料理を作るのは初めて。ターメリックから入れてください。ターメリックから、はい、まずは4種類のスパイスを鶏肉に投入。そこに生姜とニンニク、さらにヨーグルトを加えます。混ぜるのも初めてちゃうの？混ぜたことある？ないです。ない、うん、塩、ちょっと塩、あ、お塩ね、はいはい、うんうん、自分で行きなさい。お母さん塩じゃないの？これ穴開くかな？どこ心配してんの？いいのよ、相手も手は洗えばいいから。気になる、分かる、いいのよ、もう汚れんの手は。混ぜ終えたら次は玉ねぎを炒めます。塩を入れると水が早く出て、うんうん、あのちょっと早く、うん、お母さんやってもてる。お母さんもやっちゃうよね。シナモンと、もうさ、今部屋がその南アジアのカレーの香りにもうなってる。どうですか、お母さん、初めて。炒めてる時にこうやって入れるんだ。頑張ってる。頑張ってる。
玉ねぎに色がついたらスパイスを混ぜた鶏肉を入れて、うわ、めちゃくちゃええ匂いする。玉ねぎ炒めすぎてない、いいな、大丈夫、大丈夫、大丈夫。バングラデシュのカレーはスープカレーのように水分が多く、辛さは控えめなのが特徴です。これたっぷり、じゃあプルーダーベタホンだけで、あ、なるほど、ちょっと混ぜときなって、なんか言葉分かってきた。蓋をして10分ほど待ちます。待っている間にクイズ第3問でございます。はい、問題、ベンガル語で美味しいは次のうちどれでしょう。選択肢は4つあります。これからですね、お母さんに言っていただきますので、まあ、言い方なんかがヒントになるかもしれないので、よく聞いてお考えください、はい、ではお母さん、まず1番からお願いします。もじゃもじゃもじゃ、はい、では2番、あっちゃあっちゃあっちゃ、3番バニ、うわどれもありそう、バニ、では4番どんのばどんのば、藤井さん、はい、お答えください。パニ、お、パニですか。でお母さん、正解をもう一度お願いします。モジャです。はい、おいしいはモジャ、4番のどんのばード、ありがとう、あ、お母さん違います、パニです、よく使う、僕はあんま使いなさい。と、そうこうしているうちにいいじゃん、保育民、スープがいらない人はもうちょっと少なくする、でもこれでも大丈夫、これでも大丈夫、ペハン君的には大丈夫です、大丈夫、じゃあカレーは完成です、完成です、はい、らしい、完成です。ついに人生で初めて作ったカレーが完成しました。お父さんとお母さんのもじゃが出る、出てほしいですね、もじゃってね、完成です。早速いただきます。初めてでしょ、だってお父さんとお母さんに、本当に初めて、ね、食べてください。素敵な、そのお味は、うん、美味しいです、美味しい、うん、もじゃ、もじゃ、うん、お母さんどうですか、 OK、 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 もじゃ、あれ、あれ、おいしいが出ないよ。なんで？おいしいでしょ？はい、おいしいです。うん、ありがとうございます。どう？ちょっと味濃いかな。でも、おいしいタイプの濃い。あ、なるほど。あの、いい方の濃いね。はい。いや、うまいやん。うまいやん。よかったです。あ、すごいよくできてる。あの、スパイシーでね。辛さもちょうどいいし、あの、全然。辛すぎないし、美味しい。いいですね。いいですね。めちゃくちゃもじゃ。うん、本当にありがたい、ね。この番組にありがたい。うん、あ、お母さんちょっと寂しくなっちゃったのかな。全然作らないと思ったけど。うん、ありがとう、ね、うん。初めて作ったんですけど、こんなちゃんとお腹いっぱいになれるようなもの作れるとは思ってなかったんですけど、うん、ちゃんとありがとうって美味しいって言ってもらえて嬉しいです。なあ、よかったよね。勉強の息抜きにお料理もしてね。レハン君、美味しい記憶をドンノバード。美味しくできてましたね。お見事でした。レハン君。ちょっとなんか味が濃いですなんてね感想ありましたけども、いやいやいいですよ。美味しそう。私お母さん、美味しく作ってたからこそ、美味しいって言えなかったんだと思う。その心は？だから寂しくなっちゃったんですよ。もう巣立つなって思ったんじゃないかな。なるほど。成功が巣立ちへのこっち近道に見えちゃったのね、はいはいはい。なるほどね。ちょっと感動しちゃったから。ね、お医者さんになられるのかな。ね、わかんないですよ。気分ですから。なる気分ですもんね。そう、めちゃくちゃいいと思う。いいですよね。いや、すごくいいです。本当時代ですよ。耳を澄ませば。料理はほら、誰かを応援している。頑張れと頑張る、その間にいつもキッコーマンはいます。おいしい記憶を作りたい、キッコーマン。